米メディア日本の歴代 MLB プレイヤートップ10を発表。松井や野茂など意外な結果にネット騒然。これまで野球の最高峰の舞台メジャーリーグでプレーした日本人選手は総勢68人。先日アメリカメディアザ・スポーティングニュースで日本の MLB プレイヤー歴代ベスト10が発表されました。納得の結果もあれば、一部のファンからは疑いたくなるような結果もあり、ネット上を騒がせました。今回はアメリカのメディアの日本人ベスト10ランキングを発表しながら、日本人選手たちの活躍やネット上の声を見ていきましょう。10位佐々木一洋。10位に選ばれたのは大魔神の異名を持つ佐々木一洋。佐々木といえば代名詞のフォークボールを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。最速154キロの速球フォークを武器とし、落差の大きいフォークで名だたる強打者たちを三振に仕留めてきました。1989年、横浜太陽ホエールズに入団した佐々木は1998年にシーズン MVP を獲得するなど、日本球界を代表するクローザーとして君臨。そして2000年 FA を行使しマリナーズに移籍、メジャーデビューを飾ります。メジャーでもクローザーとしての活躍が期待され、一時は中継ぎに降格するも、再び安定した投球でセーブを積み重ねます。この年63試合に登板し、当時メジャー新人記録の37セーブを挙げると、1995年の野茂英雄に次ぐ日本人選手2人目の新人王に輝きました。翌2001年にはリーグ2位の45セーブを記録、チームもメジャー史上最多タイ記録の116勝を挙げる飛躍のシーズンとなります。その後も佐々木は3年連続60登板30セーブを達成するなど、クローザーとして見事な活躍を収めました。通算成績は228試合に登板し、防御率 3.14、 129セーブ、メジャーの舞台で十分に通用したと言っていいでしょう。9位岩隈久志。9位にランクインしたのはシアトルマリナーズで活躍した岩隈久志。2012年にアメリカに渡った岩隈は、2013年には14勝を挙げ、サイヤング賞候補3位にランクインされるなど大活躍しました。翌14年には15勝を挙げ、154奪三振21四死球と抜群のコントロールを披露し、アメリカメディアでもこの2年間の岩隈はまさしくメジャー最高のピッチャーの一人だったと伝えています。通算成績は63勝39敗、防御率 3.24。 30歳を超えてのメジャー挑戦は今から考えれば遅い渡米ですが、非常に活躍した選手の一人と言えるでしょう。8位田中将大。8位に選ばれたのはヤンキースで活躍した田中将大。高校時代にはハンカチ王子こと斎藤佑樹と甲子園決勝の舞台で投げ合い、死闘を繰り広げました。そんな田中は高校卒業後、楽天イーグルスに入団。1年目から11勝を挙げ、新人王を受賞すると、渡米前の2009年から2013年まで5年連続で2桁勝利をマークするなど、球界を代表するピッチャーに進化を遂げます。そして2013年、24勝0敗の驚異的な成績を収めると、チーム史上初の日本一に貢献し、胴上げ投手というキャリア最高の1年を過ごしました。同年オフにメジャー挑戦を表明すると、ヤンキースに加入。2014年にメジャーデビューを果たし、1年目から13勝を挙げる活躍を見せました。NPB 時代に見せた圧倒的な支配力は影を潜めるものの、制球力を武器に堅実に結果を残していきます。2014年から6年連続で2桁勝利を達成。さらに2019年、オールスターゲームに初出場し、日本人史上初の勝利投手に輝きました。田中はメジャーで7年間プレーし、78勝46敗、防御率 3.74 の好成績を記録しています。メジャーリーグという世界最高峰のレベルを考えれば文句なしの結果です。名門ヤンキースで7年もプレーできたのは田中の実力の証と言えるでしょう。7位上原浩二。7位はレッドソックスなどで活躍した上原浩二です。1998年に読売ジャイアンツに入団した上原は、1年から20勝を挙げ、最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率のタイトルを獲得し、投手4冠を達成。また新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、沢村賞も受賞するなど大車輪の活躍を見せました。そんな球界を代表するピッチャーになった上原は、2008年 FA 権を行使、メジャー挑戦を果たします。2009年にオリオールズでメジャーデビューを飾ると、2年目以降は中継ぎとして活躍。レッドソックスに移籍した2013年には、日本人ピッチャーとしては最長となる26試合連続無失点、メジャー歴代2位の37者連続アウトを達成します。その勢いのままポストシーズンでも快投を続けると、ポストシーズン史上最多タイとなる7セーブを挙げただけでなく、リーグ優勝決定シリーズでは MVP を獲得。レッドソックスが世界一に輝いた瞬間、上原はマウンドに立ち、日本人初の胴上げ投手となりました。
メジャー9年間の成績は436登板95セーブ、防御率 2.66 と素晴らしいものでした。そして上原は日米通算100ホールド100セーブそして100勝の全てを達成した史上初の日本人投手となったのです。6位、黒田博樹。6位にランクインしたのはドジャースやヤンキースで活躍した黒田博樹。1996年広島東洋カープに入団した黒田は2005年に最多勝、2006年に最優秀防御率のタイトルを獲得するなど日本球界を代表する先発ピッチャーとして活躍しました。2008年にドジャースに移籍しメジャーデビューを果たすと初登板初勝利を記録するなど先発ローテーションの一角として好投を続けます。その後の試合では打ち込まれる場面もあったものの1年目から9勝を挙げる活躍を見せました。2012年に移籍したヤンキースでも日米通算150勝を達成するなど先発ローテーションに定着、リーグ8位となる防御率 3.32 をマークし自己最多となる16勝を記録しました。また2010年から2014年までの間メジャー日本人最多となる5年連続2桁勝利をマーク、メジャーの名だたる強打者たちを打ち取ってきました。メジャー7年間での通算成績は79勝79敗、防御率 3.45、日本球界復帰の際にはメジャー球団の1年20億円の大型オファーを蹴ってまで古巣広島と年俸4億円で契約した黒田の決断には男気復帰との賛辞が贈られることに。ネット上でも打線の援護があったら100勝はできた、黒田の男気は歴代ナンバーワンとの声も。そして引退後には黒田の背番号15は広島の永久欠番に指定されることが発表されました。さてここまで5名の選手を紹介しました。皆さんが思う日本人選手はランクインしていますか？5位発表を前にここで独断と偏見にはなりますが番外編特別ランキングです。番外編特別ランキング、田澤純一。田澤は日本のプロ野球を経由せずアマチュア FA としてメジャー球団と契約した初の日本人選手です。田澤はドラフト上位指名が確実視される中日本球界入りを拒否しメジャーリーグ挑戦を表明。その挑戦は田澤問題と呼ばれるように。そして NPB はこの先も有望なアマチュア選手が海外に流出することを懸念しドラフト指名を拒否して海外のプロ野球チームと契約した選手は海外球団を退団した後も一定期間 NPB 球団と契約できない田澤ルールを設けました。そんな球界を震撼させた田澤はメジャーの舞台で見事成功。主にレッドソックスで活躍しメジャー9年間で388試合に登板、セットアッパーとして活躍しました。特に2013年には自己最多の71試合に登板し25ホールドを記録、上原と共に世界一を経験しました。それでは続きを見ていきましょう。5位、松井秀喜。5位にランクインしたのは名門ヤンキースなどで活躍した松井秀喜。高校時代甲子園では5打席連続敬遠という信じられない伝説を作り上げプロ入り後もゴジラの愛称で親しまれた平成を代表するスラッガーです。1992年読売ジャイアンツに入団すると首位打者に1回、本塁打王と打点王に3回ずつ輝くなど長距離砲として君臨。渡米前年の2002年にはなんと50本塁打を放ちました。しかしメジャーリーグでは最高でも2004年の31本塁打と日本時代と比較すると中距離ヒッターの印象も。それでもメジャーで年間20本塁打以上を5回も記録しており、メジャーで20本塁打以上を放った日本人選手は松井と大谷だけです。またメジャー通算175本塁打は日本人メジャーリーガーの中で歴代最多。2009年には優勝のかかったワールドシリーズ第6戦で6打点を記録し日本人初のワールドシリーズ MVP を受賞。松井はニューヨークの英雄となりました。名門ヤンキースで9年活躍できたのはやはり彼の実力のなせる技と言えるでしょう。以前お送りしたアンケートでも松井を史上最強選手に推す声も多く、ネット上では意外、ワールドシリーズ MVP なのになぜ1位じゃないの、記録のイチロー、記憶の松井など反論が多数寄せられています。メジャー10年間での通算成績は打率2割8分2厘、ホームラン175本、打点760となっています。4位、野茂英雄。4位に選ばれたのはドジャースなどで活躍したパイオニア、野茂英雄。1989年近鉄バファローズに入団した野茂は最多勝と最多奪三振に4回ずつ輝くなど日本球界を代表するピッチャーとして活躍しました。しかし1994年のオフシーズンに球団や監督との確執が生じると野茂はメジャーリーグへの移籍を模索するように。
当時は現在のようなポスティングシステムがなく、メジャー移籍には困難が伴うも、代理人らが抜け道を見つけ出し、最終的に野茂は任意引退という形で近鉄を退団。多くの批判が飛び交う中、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結びました。トネード投法と呼ばれる独特なフォームで、1995年に2人目の日本人メジャーリーガーとしてデビューを飾ります。するとその年、いきなりオールスターの先発マウンドに立つ活躍を見せるなど、13勝を挙げて見事新人王を獲得。この活躍により、メジャー挑戦への批判の声は徐々に静まり、むしろ野茂マニアという言葉が日米で生まれるほど、野茂の人気は高まっていきます。その後もノーヒットノーランを2度達成するなど、日本人投手では唯一のメジャー通算100勝を達成。さらに最多奪三振のタイトルを2度獲得するなど、三振率の高さからドクター K の愛称で親しまれました。メジャー12年間での通算成績は123勝109敗1918奪三振。野茂の活躍には今でも多くのファンが感動し、日本人選手がメジャーに渡るきっかけを作りました。彼のメジャーでの活躍はまさしくパイオニア。彼がいなければ今の日本人選手の活躍はなかったでしょう。ネット上でも、野茂がいなかったら今の日本人の活躍はない、絶対1位、パイオニアが良いはおかしいなど、多数の反対意見も寄せられました。日本人の活躍が当たり前になってきた現在ではありますが、メディアで袋叩きに遭いながら海を渡り大活躍、道を切り開いたパイオニアとしての彼の功績は永遠に不滅です。3位、ダルビッシュ有。3位は現在もパドレスで活躍するダルビッシュ有です。2004年ドラフト会議で日本ハムファイターズに入団が決まると、2年目から開幕ローテーションに定着。同年12勝を挙げると、翌2007年シーズンは初の開幕投手とオールスターへの初出場を果たしました。この年15勝5敗、防御率 1.82 という好成績を残したダルビッシュは、自身初の沢村賞を獲得。また最多奪三振、ゴールデングラブ賞、ベストナインを受賞したほか、パリーグのシーズン MVP に選出されるなど、飛躍の1年となりました。以降5年連続で防御率1点台を記録し、まさに無双状態。そんなダルビッシュは2021年、ポスティングシステムを利用しメジャー挑戦を表明します。2012年より海を渡ると、レンジャーズでのメジャー1年目から16勝を挙げて新人王投票で3位に輝きました。さらに2013年には初登板で完全試合まであと1人に迫る好投を見せ、この年リーグ最多の277奪三振でサイヤング賞投票においても2位に入りました。さらに2020年には日本人初の最多勝を獲得。メジャー10年間での成績は95勝75敗、奪三振数は1788という素晴らしい数字を残しています。 WBC でもチームリーダーとして侍ジャパンの世界一に大きく貢献。メジャーリーガーながら代表合宿初日から合流すると、そのリーダーシップ、人間性も高く評価されました。ダルビッシュの活躍には納得というネット上の意見もありましたが、松井や野茂の方がまだ上という意見も多数寄せられていました。ダルビッシュのこれからの活躍にも期待しましょう。2位、大谷翔平。2位に挙げたのはエンゼルスで活躍する大谷翔平。大谷があのベーブ・ルース以来の二刀流をメジャーリーグで成功させていることは、もはや誰もが認める伝説的偉業です。高校卒業とともにメジャー挑戦を表明していた大谷。ところが2012年ドラフト会議で日本ハムファイターズが大谷を強行指名すると、4度にわたる交渉を経て入団が決まりました。二刀流に対しては賛否両論がある中、大谷はすぐに結果で周囲を黙らせます。プロ2年目の2014年には11勝、10本塁打で NPB 史上初となる2桁勝利2桁本塁打を達成。2016年にはこれまた NPB 史上初となるピッチャーと指名打者の両部門でベストナインを受賞し、リーグ MVP に選出される異次元の活躍を見せました。そして2017年シーズンオフにポスティングシステムを利用し、ついに夢の舞台メジャー移籍を実現させます。MLB27 球団が大谷獲得に乗り出す争奪戦の中、最高の環境で二刀流に挑戦するため、大谷が選んだのはロサンゼルス・エンゼルスでした。2018年にメジャーデビューを果たした大谷、ピッチャーとして4勝、バッターとして22本塁打をマークし、日本人史上4人目の新人王を受賞しました。そして2021年シーズンでは9勝に46本塁打と異次元の活躍で、イチロー以来となる日本人史上2人目のシーズン MVP とシルバースラッガー賞を獲得。ファン投票などで選ぶオール MLB チームの発表では、指名打者部門でファーストチーム、先発投手部門でセカンドチームに選ばれ、2部門同時受賞は史上初の快挙となりました。
さらに2022年は15勝34本塁打を記録し、ベーブ・ルース以来約104年ぶりの2桁勝利と2桁本塁打を達成。投打の両方で規定回数に達した史上初の選手となったのです。2年連続 MVP は逃したものの、サイ・ヤング賞の投票では4位、そして2年連続オール MLB チームに2部門で選出されました。さらに3月に開催された WBC に初出場を果たすと、史上初の二刀流で出場し、2009年の松坂大輔以来となる大会 MVP を獲得。二刀流で見せた歴史的活躍は後世に語り継がれていくことでしょう。ネット上では、なぜ大谷が1位じゃないのか、二刀流はベーブ・ルース以来の歴史的快挙、大谷が歴史を変えた、比較するまでもなく1位との批判の声も多数寄せられていました。そして2023年シーズン、今シーズンも開幕から絶好調、防御率は第1位です。どんな偉業を成し遂げるのか、世界中が注目しています。1位、イチロー。栄えある第1位に輝いたのは、日本が世界に誇るヒットメーカーイチローです。1991年オリックスブルーウェーブに入団。プロ入り当初は2軍生活で、自身の代名詞振り子打法に磨きをかけると、プロ3年目に就任した仰木彬監督のもと、その才能が開花します。史上初となるシーズン200安打、7年連続の首位打者を達成。一気に日本球界を代表するバッターとして成長を遂げました。そんなイチローは2000年のシーズンオフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を表明します。2001年マリナーズへ加入し、日本人野手初のメジャーリーガーとなったイチロー。日本人バッターがメジャーで通用するのか疑問視する声も上がる中、開幕からヒットを量産し、オールスターゲームに選出される活躍を見せます。そしてメジャー1年目にして打率3割5分56盗塁をマーク。いきなり首位打者と盗塁王のタイトルに輝き、史上2人目の新人王&シーズン MVP のダブル受賞を果たしました。さらにこの年から始まった驚異の記録、10年連続シーズン200安打は今も破られていない史上最長記録です。また2004年にはシーズン262安打を放ち、84年ぶりにメジャー記録を更新し、最終的に262安打を放つと、驚異の打率3割7分2厘で2度目の首位打者を獲得。2016年にはアジア出身選手として初めてメジャー通算3000安打を達成しました。さらにイチローの偉業は NPB と MLB を合わせた通算4367安打でギネス記録にも認定。メジャー19年間の通算成績は、打率3割1分1厘、本塁打117、打点780、盗塁509、安打数3089と圧倒的な数字を誇ります。メジャーリーグの日本人野手としてパイオニア的な存在のイチロー。打撃センスがフォーカスされがちなイチローですが、守備でも自慢の強肩と正確な投球を武器に、これまでライトでシーズン最多視察を7度記録。相手チームのチャンスの芽を摘む鋭い送球はレーザービームと称されました。その高い守備力により、2001年から10年連続でゴールドグラブ賞を受賞。バッティングだけでなく、守備でも数多くの場面でチームを救ってきました。ネット上でも、大谷はイチロー以上、あと何年か経てば大谷が逆転するという声も多数ありましたが、イチローの記録は不滅。記録のイチロー、記憶の大谷、イチローはメジャーナンバーワンプレイヤーという絶賛の声が圧倒的。まさに伝説の名選手イチロー。今後これだけの安打製造機が果たしてメジャーリーグで出てくるのでしょうか。イチローが世界に与えたインパクトはまさしく歴代ナンバーワンと言って良いでしょう。今回は日本人メジャー成功ランキングを紹介しました。見ての通り、松井とイチロー以外全員ピッチャーです。そんな中、バッターとしてイチローが残した数々の記録と稼働年数は MLB における歴代最高の日本人選手と思いますが、大谷とイチロー、どちらがすごいかは皆さんの見解もいろいろあるかと思います。皆さんのご意見をぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。